お、棒がもう超えてしまう。あーっと、なんだ、ギロチンに挟まれた。あー、ホラー映像になってる。チャンネル登録、通知、お、よろしくね。ジャニーサルトの中堅ラッシーです。今日もですね、デスレスやっていきましょう。というわけで、こちらの面はですね、前回マイクラのキャラの時に使った面と同じ面になっております。まずファーストステージにはトゲトゲがありまして、このトゲトゲをかいくぐっていくと回転するギロチンがございます。さあ、このギロチンを抜けたとしても、回転ハンマーがね、巨大なハンマーがぐるぐる回っていて、さらにはボウガンがね、前に進めまいとね、邪魔してきます。さらに先にはですね、バルカン砲がダダ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 って撃ってくるね、バルカン地獄。そしてなんと横からですね、大量の巨大生物が押し寄せてくるエリアがあって、さらにこの火炎放射エリアですね、ジェットエンジンエリア、これを超えるとゴールということになりますね。はい、ちなみに前回のマイクラ軍団でクリアできた人はいなかったんですけども、ラッシーさんがですね、クリアしてみせましょう。さあ、いきます。こんな感じになりますよ。まずね、自分に乗り移ってやっていきましょう。これを見て、これトゲトゲエリアね、外から見たら大したことないけど、目の前で見るとめっちゃ怖いでしょ。で、これ超えるとこの回転ギロチンがね、ありまして、これでギャ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 ーってね、回転ギロチンされちゃうわけですね。何言ってんだ俺。さらにね、このギロチン超えるとハンマーが回ってるから、これにぶつかんないように行かなきゃいけない。前からこのね、砲丸がこうやってね、矢を刺して押してくるんですよ。これ結構ノックバックされるんで、無理やり今みたいに進まないと。めっちゃ刺さってんな、この矢が。ね、そしてこのね、壁の向こうからはバルカンがバン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 打ってきます。そして目の前ではもう地獄絵図ですね、このブラキオサウルスが両方からね、押し寄せてくるという。これ押されちゃうんですよ、横に。これをね、押されないように、うわー、もうはちゃめちゃだ、はちゃめちゃな映像だ。そして、うわ、火の海、目の前は火の海。これらをね、こうやってくぐり抜けて、うわー、なんか飛ばされてる。誰か助けて。ダメだー、これゴールできないかな。ゴールで、あ、できそう、できるから、このジェットも越えられれば。あー、トゲトゲもあるんですよ、トゲトゲも。これをね、見事かいくぐるとゴールという風になってますよ。さあ、皆さん行ってみましょう。今日チャレンジするのはなんとレインボーフレンズの皆さんです。というわけで、まずはレッド博士の挑戦ですね。博士ちっちゃいからトゲトゲは、おお、見事にかわしていきます。素晴らしいですね、見事にかわしていく。さあ、そしてこのギロチンも、まあ、ちっちゃいから引っかかんないでしょうね、これはね。うまいこと、これを超えていき、ここから先ですよね、このハンマー、これにね、ぶつからないようにいかないといけません。さあ、ハンマーがますよ。うまく超えました、超えた、いいぞいいぞ。さあ、棒丸に突き刺されながらも進んでいきます。お、来たぞ、バルカンエリアまで来た。さあ、ここからだね、ちっちゃいキャラクターはここからが大変。このバルカンで押されてしまった上に、ここでね、ブラキオサウルスに押されちゃうんだよね。さあ、どうだ、大丈夫か。おお、いいぞいいぞ、ちっちゃいからうまくかわしてるかもしれない。あ、これはいける。あー、飲み込まれた。博士惜しい、頑張りました博士。さあ、どんどんいきます。続いての挑戦者はホワイト選手ですね。ホワイト選手、おっと、華麗に、あ、刺さってる。つま、突っかかりながらも、あー、なんだ、爆発で吹っ飛んだぞ。ねえ、さあ、結構ダメージ食らいながらもホワイト選手うまくね、くぐり抜けてますよ。さあ、ここでハンマーわー。ハンマーに巻き込まれた、さようなら。さあ、続いてはね、ブラック選手ですね。ブラック選手はね、飛んでるから結構、あ、ずるい、余裕で飛んでいってしまいますね。これはまずいぞ、ハンマーも超えて、お、棒がもう超えてしまう。わーっと、なんだ、なんか謎の、あー、棒丸に刺されて、ケツを刺されて干潮されて飛んでいってしまいました。なんていうこと、あいつ飛んでやっぱズルするからね、こういうことになっちゃうんだよ。もうどこ行ったか分かんなくなっちゃったほらね。えいやー、残念、失格です。さあ、続いてはブラウン2選手ですね。ブラウン2は意外とこのスフィアの足で挑戦する人初めてかもしれませんね。これはちょっと期待ができるかもしれません。早速行ってみましょう、ブラウン2選手の挑戦です。さあ、始まりましたよ。
進んでいってくださいね。どん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 、あーっと刺さってる。あれ、これはまさかの、あー、めっちゃ刺されてる、めっちゃ刺されてる。これは形状が合っていないのか。トゲトゲとの相性が非常に悪いですね。非常に悪い。さあ、なんとか超えることができました。さあ、そして止まってしまった。ちょっと先進んで、オッケーオッケーオッケー、いった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 。なんか結構危ないですねこれ。やばいやばい、これいけるかいけるか。おっ、うまくかいくぐった、かいくぐって、あ、そしてこのボウガンをなぎ倒していきます。さあ、なぎ倒していきます。引きずった状態でどこまでいけるのか。やばいぞ、そんな端っこいったら落っこっちゃうよ、落っこっちゃう。あっと、なんとバルカンで撃たれた。バルカンで破壊されてしまいました。まさかの展開、ここで死ぬ子がいるとは。さあ、続いてはグリーン選手の登場ですね。グリーン選手どこまでいけるんでしょうか。行ってくれ行ってくれ。おお、いいぞいいぞ。なんかガタガタ言いながらもなんとかかいくぐっていますね。これはいける可能性が出てきている。さあ、どうだ。あーっと、干潮されて吹っ飛んだぞ。大丈夫か。おお、大丈夫、着地したやったやった。やばいやばい、ギロチンに巻き込まれる。大丈夫、この長い手が災いしてますね。さあ、ハンマーをうまくかいくぐれなーいさようなら。さあ、ここで続いての挑戦はライム2選手ですね。ライム2選手は動きがかなりいいからね、これもしかして余裕でクリアされちゃうかもしれない。大丈夫かな。さあ、どんどん進んでいって、さあ、爆弾を越えました。ここだね、このハンマーさえ越えられればいけるはずなんだけど、いけるか。ダメだライム2ならクリアできると思ったんだけどな。ダメか。さあ、あっと、ここでなんとモノクロームが来ました。人気のモノクローム。あ、すごいすごい、遠距離攻撃でトラップを破壊してサクサク進んでいくぞ。さあ、モノクローム、これをくぐれるか。おい、ナイスナイスナイス、うまくかいくぐっていきましたよ。さあ、そしてここからですね、問題はここから、誰もが越えられないこのブラキオの壁、これを越えられるか。さあ、なんとかこれを押しのけて、死体を押しのけて、いける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 ぞ、モノクローム。さあ、炎にまみれた。あーっと、ここで、うわ、火炎放射強いな。いや、厳しいですね。さあ、続いてはピンクが行くみたいですよ。ピンクいけんのかな。絶対いけねえだろこれ。いける感じがしないもん。ほら、一番初めの針で引っかかってんじゃねえか、ピンク。これは厳しいんじゃない、さすがに。どこまでいけんだ。あー、そこに引っかかって失格だ。いやー、ありえないぞピンク、それは。ここで引っかかって、超えられるかこれ。超えて、あ、超えた超えた、よしよし、なんとか今ねちょっと押してあげましたでもこれ、ここでね、ボーンだよね。あーっと、なんだこれいや、どうしてもそこに引っかかるな、ピンク。なんでそこがそんな好きか。分かった分かった、じゃあお前はもう失格だ、さよなら。さあ、残すは人気の3体が残ってますね。まず行ったのはティールです。ティール、戦闘は最強なんですけど、お、なんだこれ、うまくかわしている。なんという強さ、素晴らしいですね。さあ、うまくかわして、ギロチンエリアにちょっと足を引っ掛けながらもなんとかかわして進んでいきます。さあ、ハンマー超えられるか。ちょっと速度が足りない、ティール。ここはやっぱ速度がないと超えられないんだよな。厳しい戦いでした。さあ、というわけで次は速度が自慢のイエロー2が出てきました。イエロー2はね、やっぱ速度がね自慢なんで、これは超えてくれるんじゃないかなと思いますね。ちょっとここ引っかかりながらも OK、 超えました。なんとか超えた。おっと、引っかかってるぞ、引っかかってる引っかかってる。いけいけ、お前ならいける、よし、いけ。おー、どこ行くんだどこ行くんだ、いけ。大丈夫かこいつなんかすげえ引っかかんな、イエロー2。あ、進んだ進んだ、 OK。 行ったか行ったか。あー、やばいやばいやばい、左手がギロチンに巻き込まれてるよ。あー、ギロチンに巻き込まれた。ちょっとちょっとちょっと、あーっと、これはやられてしまったのでは。イエロー2、あー、手が長いのが災いしましたね。ギロチンに巻き込まれてしまいました。かわいそうに、これはしっかり、お、立て直したか。いや、ダメだー、やっぱり巻き込まれた。これは失格です。さあ、最後の挑戦者はイエロー1なんですけど、あー、いいですね、サクサク超えてきますよ。イエロー2とは違うのだよ、2とは。さあ、ここだ、超えられるか。超えられない、いよっと、戻ってきたぞ、戻ってきた。なんということだこれは。おお、空中を飛んでまさかのコースに戻る、と見せかけて、わー、ギロチンに挟まれた。あー、首が、あー、ホラー映像になってる。
まさかの展開。いやー、これはえらいことになりました。首がもげてしまった。ひどいですね。はい、ということで、ちょっと炎上級の事故が起こってしまいましたので、今回のデスレースは休演とさせていただきます。はーい、最後まで見つけてありがとう。ちょっと次はちゃんとクリアできるコース作っとくわー。